be deep to take it away. Get that tail, rock that the cow. KGK. Work out, kick out, ワンツワンツ、一、二、一、二。また始まっちまった丸さのユーストリームからストリートからこのまま発信中。新世界からまたグラグラニューワールド世界中に発信中、感心中、感心中。あはあはとまた乗せるラップ隙間突き刺すかのようにダンダン。はい、始まりました。ドン、今日も。はい、ちょっとボリューム下げるね。こっちのマイクでかいから。あ、そっちは拾うためにちょっと上げてたんですね。そう、始まりました。はい、またドン。はい、ドンでーす。例のごとくまたゆるりと。ゆるりと、にゅるりと始まりました。なんかな、今日、なんか、ゆるいなぁ。大体、太鼓だけやからな、まだ。いや、そんな日もありますよ。そんな日もあって、ええじゃん。自由なんで。な。はい、決まり事がないんで。はい、何もなしでやっております。フリーダム。何もなしでやっております。毎回。はい、あ、ビートジャンキス、あ、これが、あ、ほんまですか、これ今日はね、あの、サトン、ちょっと、なんか、お会いしたことあるような感じなんですけど、サトンな、めっちゃ DJ うまいね、見たこと、なんか、タイジ君とかの、あれじゃないですか、僕、あの、ノアとか。あの多分あそこでも一回おったんですけどね、家送ってったんじゃないですか、駅まで送ったかな、カーニバルの時、あのお知り合いっていうか、ちょっと面識が、面識あった、そっちも、あの三手島かどっかで降ろしたんですよね、あの朝、小林君と、多分人違いやと思う、違います、カーニバル、バンクで、はい、バンクにも、僕、ほんなら、お名前、僕、鉄春って言います。絶対にあの一回あの僕ペッパーってイベントはいだから何回か見たことあるからそうなんです、あの店員さんで働かれてあそうなのバンク手伝ってるんですよ僕あそあバンク、ね、あ一回一緒にライブもしますよ、うん、刑事さんとあそうなんですバンクで次もやるんですよバンクでシティーズってやつでああはいあのあれペッパー今週ですよね俺ちょっと待ってまだ俺全然つながりが分かれへんねや分かれへんから多分ねあの DJ タイジ君の弟子ですか弟子ですあのスクールの生徒さんなんですよあそうなのでその DJ タイジって子がいてるんですけど、うん、あれあの何やったっけなあの T スクラブル DJ ですそうですそうですでノアのとこから CD 出てるんですよあノアのとこからね、はい、もうそんなとこにもノアが出てきたまたあいつよ出てくるわ話の中にそう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 なんや
多分カーニバルでも合ってると思うんですけどね。あの多分タイジ君と僕にビールを買ってきてくれたと思うんですけど。あ、ほんまですか。あったっけな。そうなん、あれなんですけど、なんかもうこっちはこっちで知り合いやったわけや。まあ知り合いというか、まあちゃんと喋るのは初めてですけど。じゃあほんな彼のあの DJ とか見たことある？はないんですよ、実は。次見に来て。でも多分その手伝ってた時にやってたかなっていう。バック DJ で、そのまた違う子と一緒に、はい、そのカーニバルで出て、はいはいはい、で小林さんとタジさんで出てありましたよね。そうそうそう、それにあの手伝いで僕とノアが、僕の相方はベスト16で撃沈したんですけど、はい、準優勝、準優勝、ね、小林くんはね、あの小林くんがなんかその小バトルみたいに出たんですよ。あの小林克樹くんな、小林克樹が、克樹くんな、でまあまあそのあそこ名古屋造船所であったんですけど、うん、あのフォーカス工業主催のやつで、うん、まあ結構大きくやってて、うん、そこで知り合いになってるの？いや、そういうわけじゃないんですけど、あまあまあ、何回か見たことあるなっていう、はい、話の流れが全然分かれへんのよ、俺。そっちは分かってるかもしれん。いや、なんかまあ入ってきた時から、あ、なんか知ってる、あ、見たことある子やなと思って、僕もなんとなく思ってました、テレパシーで。そうなんですよ。いやいや、今はだからな、あの、はい、彼はな、アナログを回す DJ やねん。はい、あの、今、まあ、今日日パソコンやねんな。僕もアナログですよ。だって僕持ってないですもん、スクラッチライブ。間違いないです、はい、持ってないんで、やりたくてもできないんですよ。もうあのアナログを回す DJ やねんけどな、はい、そのな回し方がな、もうおいらの時代のやつから来たら、うわーかっこええいうことばっかりしよんねや。あ、今のルーティンをやる子とまたちょっと今のをやる子らとちょっとちゃうねんな、やってることが。はいはい、ありがとうございます。うん、またちょっとちゃうと思うやろ、自分で思えへん。みんながやってることとちょっと意図反したことの方に行ってない？もう意図的にそうです。じゃあ今度師匠連れてきますわ、師匠。はい。あ、そうな。あ、その師匠今僕ん家の近所に住んでるんですよ。その師匠もアナログを回すの？いや、その師匠はね、スクラッチライブ。あの小林くんのバック DJ 一時しとったんです。あ、そうなんや、はい、いやいや、彼の DJ 好きやねん、俺。ああ、ありがとうございます。うん、あ、こんなとこでこうする、ああするっていうのかな。ちょっと今日は紹介したい一人やわ。ああ、じゃあちょっとやってもらいましょう。いや、あ、仕事帰りに普通に聞いた感じ。レコード持ってきてないやん。持ってきてない。あのレコード、あのあれで嫌いなスクラッチライブで。これはあの彼のこだわりらしいね、今。あ、そこに反して生きてんねんな。まあそうです。その流れには俺は乗らんぜみたいな。そこもまだええやん、そこも。あ、そこもな、はい、邪魔くさいで、レコードなんかも、レコードなんか言うたらあかん、レコードを、はいはいはい、な、持っていくのって重いしな。重いですね、僕もあのアナログをひたすら持っていくんで。しかもレコードっていうのはな、もう出る前からどれチョイスするかいうのから始まんねんな。あ、そうですね、もう パソコンみたいに全部持っていかれへんから、ま、そうです、前の日にそのこれかけようかな、あれかけようかなって、このレコード何やったっけなってかけて、このラインやろ、あのパーティーやったらから始まんねん。そうですね。このライン、そうですね、そりゃあのこういうヒップホップもありのな、ちょっとあの柔らかい R&B もありの、そうですね、今日呼ばれてるイベントかなとか、はいはいはい、なるやん。ほんで、あ、今日はゴリゴリやで、絶対ゴリゴリやーってバーンってゴリゴリの選曲持って行ってんのに、はい、パッと見たら男だらけや。あ、なんかこう、あ、それやってねん、女の子がいっぱいおるわ。うわ、でもゴリゴリしかない。俺今日ゴリゴリやと思っとったわ、今日モテたかったのにな。あ、甘いのかけてね。そう、甘いのかけて、こうモテたかったのにな、いう、そういう一番失敗もパソコンだったらないからな。あ、そうですね。でも僕もね、うん、あの逆にね、そんなん関係なく、うん、僕がやばいと思った曲しかかけたくないみたいな。あ、そうなん、はい、って思ってかけてたんですよ、うん、だからそういうイベントで忍者チューンとかかけてもうドン引きっていう、うん、よくありますね。誰も聞いてくれ、アブストラクトとかかけてドン引き。そうやろ。フロアから誰もいなくなったことありますからね。今日はこの路線やったわってなるやん、現場行って。そうですね、あの DJ シャドウ、DJ クラッシュ、で、そしてあのあれ、なんかドープなとこばっかり出してくんな。バディームかけて、うん、コールドカットかけて、うん、ほんならフロアからね、
った人が一人いなくなり、二人いなくなり、もうめちゃビートはヒップホップなんですけど、伝わらないみたいな、うんうんうん、もうコテコテで、ラップ入ってるってもう西海岸のアンダーグラウンドですわ、あの辺とかね、うん、そうか、てっちゃんは、てっちゃんも回しに行くときはあんねんな。昔は DJ から入ったんで、僕ね、そうやったら、そういうとったよな。そうなんですよ、いなくて、知り合いとかが、うん、そのどうしてええか分からへんくて、そのラップをやりたかったんですけど、うん、だから DJ になれば、別にそのレコードさえあれば、うん、イベントに出れると、はい、で、とりあえず出て、トラックメーカーとか、そういうラッパーたちと友達になろうっていう、で、出てやってたんですよ。その誰もいないフロア、ドンフレックスですよ、忘れもしない。あ、ドンフレックスだったんやん。ドンフレの誰もいない朝4時からそういう DJ したり。まあ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 、でも、あ、でもてんちゃんも DJ 出身やっていうことやな。まあラップやりたかったんですけどね、もともとは、うん、ほんでまあそのイベントで仲良くなったそのクルーの子らとに入れてもらって、でラップ始めたんです。あ、そうなんや。ファットクルーですか。いや、ファットクルーじゃないですよ。その違いました。前に CG っていうこういう感じのラップをやってて、あ、パーティーな、パーティー系な、もうあの売れたいみたいな、半年でクビになって、僕そういうのが好きやから、うん、無理して頑張ってそういう C とか書いてたんですけど、リリックを、うん、やっぱ自分で書いといて、まあもう思ってないから覚えれないんですよね、うん、そういう、うん、あのリリックが頑張ろうみたいなのが、うんうんうん、ほんでなんかもっと音楽のこと考えてるとか言われて、あのクルーの子らに、いや考えてんねんけどみたいな。でけえから僕ね、すぐフリースタイルをしてたんですよ。飛ぶから歌詞が、歌詞飛ばすからフリースタイルってそれ怒るんすよ。うまくもないフリースタイルやるなみたいな。完成度を求めてはんねんな、なんか。だからもうその子らは言うたらホームメイド家族とか、うん、ああいう感じでこう前に出てやりたかった子らなんですよ。うん、はい、そんなにしなあ、そこはあんまり真剣にできへんねんないうとこやろ。でもそうなんですよ、まあ、僕は単にラップがしたかっただけで、うん、とりあえずきっかけが欲しかっただけやから、まあで、まあ、それもきっかけになったし、他でそれをちょっと深く話せる友達もできたんで、うんうん、あ、なるほど、はい、でそこから移動していって、まあ、そうですね、まあ、一人でやりだしてみたいな。で、なんかそこの昔そこにあったフェスティバルゲート、うん、あの ノアのスタジオのあった、うん、あの横にそのなんかね、詩人の人がやってるカフェみたいなのがあって、うん、でそこでそのなんていうんですかね、その発表会みたいなのがあるんですよ、うん、その詩の朗読会みたいな、うん、まあ朗読以外もやってるんですけど、でそのイベントに何回か出させてもらって、そのアカペラでラップをするっていうのをやってたんですよ。その当時スラムっていうんですけど、詩の詩をラップでするってやつなんですよ。なポエムっぽく、ポエ、まあそうですね、まあ僕はちゃんとインフンでやっとったんですけど、あの当時映画スラムっていう映画があって、うん、それにソウル・ウィリアムズっていうラッパーが出てたんですけど、うん、まあそっち系のラッパーなんですけど、ラップ遊びやな。でもこうインフン見ながら、そうですね、まあフリースタイルというよりもうちょっとこうなんかこうアカペラのラップをこうペラでやるみたいな感覚に近い、うん、小林大吾とかそういう感じの、まあ、もうちょっとインを踏んで、高槻とか、高槻さんでもまだまだあのウッドベース使って、あのビあのや中のウッドベース弾きながらラップする人がいるんですよ。そうなん、高槻ペッパー呼ばしてもらいました。あ、そうですよね、出ましたよね。あ、そんな人もおんねや、はい、ウッドベース弾きながらラップ、ウッドベース弾きながら、あの難しいやろうな。まあまあそうですね。まあスイカっていうバンドもやってはったっすよ、ね、そうですそうです。こうやりながらよよワン、はい、うわー。だあの人とナイスくんが被るんですけどね、顔が、ナイス顔がナイス橋本を、あーはいはいはい、あ似てはるんです。似てません、見たことないですか。見たことないですか。まだチェックしてない。そうナイスくんっていうもう一人ラッパーいて、この人はすごいですよ。あのスマップに歌詞提供したりしてるんで、あそうなんや、はい、あほなもうあのリあのなんちゅうのあいのあのなんちゅうのあのぶあのぶちゃんもやっとったわ、あのそのリリックを人に書いてあげる人、あライターですか、うん。ああそうですね、ブーさんも安室奈美恵とか、えそうなん、ブーちゃんで聞きましょう。安室とケミストリーに、あケミストリーが聞いた、はい、同賃ですよね。あとなんかあれらしいですね、後藤真希に歌唱指導してたって聞きました。父が大きかったっていう話をずっとしてましたよ。そんなええなでも後藤真希可愛かったって言ってました。あそりゃそうやろ、めちゃくちゃ可愛いって、いや整形してるとか言ってるけど整形多分してないって言ってました。目ちょっとイラ目をもしかしたら目尻ぐらい変えてるかもしれんけど、うん、基本多分普通の顔やと思って。そら綺麗からあれやろ。まあそうですよ、ね、それ売りやろ。え、そうなんすか。ちゃうの。なんかそのギャル的なノリじゃないですか。
だってモーニング娘。って今の AKB 的な路線でしょ、二の線の子らが、そうですね、そのやって、そのちょっと手出せるかもしれないぐらいの子らがアイドルでやってるっていう。で AKB は完全にもう言うたら近所の友達、近所のアイドルっていうノリでやってるんですよね、あれって。その前身みたいな感じではないに近いんじゃないですか、モーニング娘。って要は二の線の子ら。もうついていかれへんねんや、もうな。確かに、まだ、まあ、かごちゃんとかおったら、またね、違うカテゴリーが。でも、結構年なんですよ、知ってました？辻ちゃんとかごちゃんって若く見えるけど。いや、年やねやろな。僕とそんな年変われんかったって。多分同い年くらいじゃないですか、辻ちゃんかごちゃんと。1986年なんで、多分辻ちゃんと同い年か。もしかして上の可能性ありますよね、辻ちゃんかごちゃんか。っていう時代なんですよ。まあ。僕、足立由美がね、僕の2個下っていうのが一番びっくりしてランドセル背負ってるイメージしかないから衝撃ですねまあもう結婚もしたしな、足立由美ですか。まあ離婚も経験しますからね。なんせ子供もいますから、ね、もうその部分に関してはもう先輩やからな離婚はしてない俺はいや、そんなん言うたらあきませんよそんなん言うたらダメですよ。はい、今日はあの何すんのてちゃん、まあ、ちょっとオープニングこんな長いけど、はい、ちょっと長かったんですけど、うん、いや MTR についてちょっと聞きたいな。もう入っとこうや、もう参加して、はい、あ、はい、ありがとうございます。いや、まあ、MTR って昔そのテープやったじゃないですか、うん、DAT ってやつですか、うん、デジタルオーディオテープ。いや、あの MTR な、はい、DAT はまた別にあれ2チャンネルやん。あ、DAT とはまた違うんですか。 DAT は2チャンネルやで。MTR のテープ付きのやつあるじゃないですか。そう超古い。それはな、あれは何のテープなんですか。カセットテープ。あ、普通のカセットテープなんですか。ただなんかそれでしか再生できへんって言ってて、友達が。あ、そういうことなんですよ。4チャンネルやってたんですよ。カセットテープって普通って、はい、普通っていう言い方が普通やな、まあ、あの A 面 B 面ってあるやん。はいな、はい、で A 面テープ1枚の中に、はい、A 面の L、はいはい、R、はい、B 面の L、R っていうのが入ってんのよ、はい、右左入ってんのな、はい、でこれがこっち向きこっち向きで、あ、でステレオ再生されるってことですか。あの、それでステレオ再生されて A 面の時はこっちからこっち走ってる。あ、こっちの部分がってことですね、うん、B 面は逆が逆。ほんなこれで4チャンネルあるやん。はい、な、あ、だから4チャンネルなんですか。だから4チャンネルの MTR があるとすれば、はい、いや MTR ってな、まあ、これはちょっと後にしよう、まだ話、はい、分からないです。MTR って知らへん？いやー、あんま知らないですね。あ、そうか。プロツールスから入った、ね、あったもんな。はい、そうなんです。聞いたことあるんですけど。てっちゃんもそんなんは全く触らず、僕は見てただけです、横で。見てて、自分で触り出したのはもう完全に DTM ですよね。バスコンカラーですね。DAW ですか。俺らの時代はなかったんよ、そのパソコンとかで。もう、ね、パソコンでやろう思ったらもうそれだけでな、でね、300万ぐらいかかんねんな。そうですね。もうそうそんなことしよう思ったら、あのビートルズの時代から4チャンネルの MTR ですもんね。そう、だからもう俺らは DJ ミックス作るのも MTR で作っとったからな。おー、うん、MTR でこっち録音して。僕でもラジカセで作ってました。あ、いやそれがまあ普通やねんけど、テープに入れて。じゃあ編集できへんやん。そうですね、編集もう一発撮りっす。そうやろ、まあ、また上から消すだけっす。そうやろ、消して撮り直しっす。うん、あ、MTR やったら一曲一曲入れて後でできるんですよね。そうだから、それのテープ版やね。もともとだからみんなが使ってるDTM のアナログ版が MTR みたいなもんやね。あ、ほんでカセットテープが4チャンネルあって、4チャンネルになるやん、はい、だからさっき言う、普通のカセットテープをな MTR に入れたら2チャンネル逆向きよんねん、はい、音。それで意味わかります。逆ですか。逆再生されんねん。逆再生されるんですか。ドンドンチャンリバース機能みたいな。リバース機能なんで、リバース機能。そう今の分かりにくいやつやったな俺も今もうちょっとうまくせえよ。いや今だからな、2チャンネルは11、はい、A 面の L が1チャンネル、はい、A 面の、R が2チャンネル、はい、で B 面の、B 面のまた同じように L が1チャンネル、3チャンネル、4チャンネルになるわけですね、なってんねフェーダーに、はい、だけどこれって
カセットテープで裏返ってまたこの逆再生され逆なるやんか、はい、はい、なりますね。なだから普通にカセットテープ普通に A 面 B 面入ってるやつを MTR で聞いたら こっちのチャンネルは逆向いて再生されん、逆か逆再生されるって。そう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 、それあの MTR でそれを撮ると要は、A 面 B 面含めて45分45分で90分やったとしたら90分としてカウントされてるわけですね。そのテープ上ではその MTR 上では MTR 上では B 面がで3ちゃん4チャンネルってことですよね。これをなだから要は同時に走らせてるわけですよ。ちょっと待って、あの話を元に戻すとな、なんでこんな話してるかいうのを忘れとって、なあの普通のテープは流せないんですよねっていう話から入ってるやん。普通のラジカセで再生できないんですよね。できないんですよね、だから入ってるやん、はい、その MTR ので撮ったテープ。そう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 、なんでなんと思って。だから一応再生はできんねんけど、はい、逆向きよねんな。ああ、要はその A 面 B 面がない状態なんですね。要はあ90分じゃない45分のテープとして。そういうことなんね。90分が45分のテープなんで。要は B 面も同時に録音されてるわけです。そう同時再生されるわけですね。そういうことそういうこと。MTR 上では。そういうこと。ただそれをラジカセかけると、要は A 面しか再生されへんから、うん、B 面が逆再生されるわけですね。そう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 。B 面に裏返ると。それが言いたかったよ。わかりました。やっとわかりました。そういうことですね。うん、そう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 。はい、そのでだからなあの M でそれをな、はい、あれをなもうちょっとなあの詳しい言うたらな、テープのテープあるやんか。はいはい。テープの、はい、テープをこれがこっち側が1チャンネル2チャンネル3チャンネル4チャンネルになってんね、はい、あのテープ自体、はいはい、うん、ほんでダットちょっとまた戻して、はい、ちょっと豆知識ガンガン言うてええかな、はい、ここでダ ッ,、はい、ダットとかはなこう書いていってんねん、斜めでやん、そうそうロータリーしながらヘッド、それの方でテープの面積を要算使えるやん、はいはいはい、あだからダットってめっちゃ遅いやろ動く、そうですね、カセットテープ早いのに、はい、遅いですね、ダットってじゅーくりあれ斜めに再生してるから、そうそうそう、斜めに信号を書いていってるわけよ。そのまあアナログ切る機械あるじゃないですか、うん、あれ以外での、うん、その家庭でできる録音機器で一番いいのはダットやって言われたんですよ。そうやな、その音音質で言うんならそのマスターを作るんだし、うん、マスターで質問いいですか、はい、ダットっていうのは拡張子っていうかなんか MPEG とかデジタルオーディオテープの略、いやちゃんとしたアナログの物質ですよ、あのなそうですか、そうそうカセットテープの小さいやつ、こんなやつでなんかデジタルで録音できる、はい、そうテープなんですよね、アナログのテープなんです。 それが20ビットぐらいいけんねんな、あそんないけるんですか、そう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 、当時で20ビットやつすごいんじゃないですか、そう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 、だって8ビットとかでしょ当時やったら、まあ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 、まあ、ファミコンなんか4ビットですもんね、あのでもなダットに変わるもんが一つあんのよ。え、なんなんすか、それは、はい、ダットの技術と同じぐらいそビデオテープ、あビデオテープってそうなんですか、ビデオテープも20ビットまで入るデジタルなんや、でも画質超悪いじゃないですか、画質は悪いよ、はい、でも音はそれぐらいの音取れんねん、そうなんですか、でも音もそんなになんか割れてた、あれは録音した状態が悪いから、それは悪いだけで、そうそうそう、あれ自体はもしいい音で取ればいい音で再生されるってことですか、そう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 、ほんで、まあ、そのビデオテープ A ダットって聞くやろ、はい A ダットって聞きますね、 A ダットって聞いたことある、ないです、多分ないと思う、ないです、わからないです、言うたらそのダットを8チャ、言うたら8チャンネルいける、はいはい、ダットいうのは LR の2チャンネルやん、はい、はい、MTR でのダットっていうのはないんですか、 MTR MTR としてそののあれで録音されあそうなかったなできるダットってないんですか、ないと思うわ、ちょっとごっちゃになったんですよ、そのダットっていうものが、うん、その MTR では使われへんのかなと思って、あ、ないわ、そういえばそのね撮るので聞いたら MTR で撮ったテープを、あ だからそれが A ダットやんかだから言うてるやん、 M もうな、はい、あのなカセットテープ縦書き言うたやろ、はいな、2チャンネル斜め書きやねん、はい、な4チャンネルにできへんやんけ、はい、そうですね同時にできへんやんか、はいはい、2チャンネルやから、はい、もと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 2チャンネルやから、はい、だから A ダットというのがねビデオテープ太いやん、あー、 おー
あ、ふ、その、そ、あ、その、で、それがあれなんですか、 MTR にも、で、も使えるやつ、 MTR みたいな、だから MTR がガーン、一時もう MTR しかなかったん、あの、それかオープンリール、あー、ヤマハが作ってたやつですね、オープンリールってヤマハだけじゃなくて、もういろんなところが作ってた、あ、オープンリールは、オープンリールな、で、いや、MTR ももうどこもタスカムからヤマハからなんかヤマハがのイメージがすごい強いんで、はい、俺はなんかタスカムっていうイメージあるんだけど、タスカムはなんかダットのイメージがすごい強いですね、あ、ま、A ダットもタスカム多いからな、一番音がいいって言ってたから、うん、そのぶっ潰れてそれを買ってましたよ、そのあ探してましたよ、そのこれダットを使うやったらもうタスカム以外使いたくない、あ、ちゃうね、ちゃうね、あんな、あんな、それはな、あの、それはな、当時な、あんな、このメーカーとこのメーカーはダット持ってきてもエラー出るっていうのが要素あんねん、あ、そうなんですか、まだ、あとソニーも出してたんだ、だから俺とこの、俺とこはソニーやって、あ、で、ソニーはその人は使いたくない、タスカムがいい、タスカムの方が音がいいとか、音がええとかじゃなくてな、はい、あの、せっ、だ、だ、ダット持っていったらこのダットソニーで撮ってるから向こうで再生できへんかったりとか、あ、そのタスカムではですか、あの、タスカムは両方ともいけたんちゃうかな、あ、タスカムが、ちょっと待って、ここエンジニアのジュン君が今日あのお酒飲みに来てくれてんねんけど、あの、あ、帰った、帰ってもうたか、あ、あの人エンジニアエンジニアやねん、そのもともと、まあ、あの、それ、確かそんなのがあってタスカムが売れとったっていう、あ、それでタスカムが売れてた、両方いけるからですか、あ、あの、そのソニーもタスカムにとったやつも両方普通に再生できるから、あの、そう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 、だから結構そういうのが、あ、も、あの、なんちゃ、相性みたいなのがまだあって、あ、うん、あの、今でもあれ、ある CDR が日本製と台湾製で、まあ、まあ、あの、違うってやつ、ちょっと相性あったりするやん、エラーが出たりとか、うん、あれに近い感じ、近い感じが、近い感じで、何の話だったっけ、あ、そうや、 A ダットの話やな、はい、A ダットの話、だ、 A ダットというのはビデオテープで 8トラック撮れんの、え、でも大きさはそんなビデオより大きくなかった、ね、いやいや、もう、あの、 A ダットというのは、はい、カセットが、あの、ビデオテープやで、あ、そうなんですか、そうそう、一緒のもんやね、あれ、こんなやつは、じゃあこれはだからダットやん、あ、普通のダットですか、ダット、うん、あの、日本橋で1本300円ぐらいで売られてる、そう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 、はい、ちょっとちょっと高いんですよね、うん、普通のカセットテープより、昔な、レゲエの人らはな、 L チャンネルと R チャンネル 2チャンネルしかないわけやんか、はい、ほんなら L チャンネルにビート入れてリズム入れて R チャンネルに声入れてんねん、あ、ほんでダットで こっち組んねん、あ、そんなん多かったよ、だから、だからダット絶対みんな、ダブ撮りとか、はい、ダブ撮りとかは、はい、ダットにとっていっとって、でもあのアナログ切る機械持ってませんでした、持ってた持ってた、時はあの人とか持ってた持ってた持ってた、なんか映像で見たことあるんですけど、その場で作っとった、そのダブプレートを、うんうん、わーってその、バトル用にクラッシュ用に、そうなんできるんですね、それが一番かっこええで、その、世界に一枚しかないんですよ、いやいや、じゃああの、ダブにダットに入れてからだ削んのと、あ、ダブプレート、はい、カッティングマシーン、カッティングマシーンに直接な、はい、直接入れるんすよね、もう失敗したこの、これ焦ってると終わりや、あ、そうですよね、その面はもう無理やん、もう無理無理、一発撮りやん、これこそわーってすんで入れて、うん、で、そのクラッシュでかけるみたいな、うん、そう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 、一発撮りの、一発撮りのダムなんかかっこええな、まあ、まだちょっとな、あの、音質とかどうや、そう、そんな、そんなも別として、うん、まあそういうことを昔やっとったんやね、すごいですよね、レゲエの人ら自分らでそのカッティングマシンを持ってる、そうそう、当時なんか多分すっごいしたっすよね、そのカッティングマシン、で、まだあのアセテートも1枚高い、あー、あれ何本ぐらいするんですか、2500円ぐらいするんじゃん、そんなするんですか、それ言い過ぎか、いや、でも、でも最近なんかそのね、南の方で、うん、そのカッティングしてくれるとこあるらしいんですけど、うん、そこでも1回やってもらうの5000円、6000円ぐらい、そうやろ、1枚作るのに、そのまあオリジナルで作れますけどね、そうか、1枚1200円ぐらいです、あれでもあれ安いって言ってましたよ、でもな、あれな、すぐあかんようになるからな、レコードが、あー、そんないい材質じゃないですか、だから、あの、こすったら、もうスクラッチャーなんか無理無理無理、あんな、あ、すぐ削れてまうんすか、もうそ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 う、うわーっと、シャーッシャーッってなってそこ僕、バトル DJ なんですけど、うん、レディーバイナルっていう、なんか関西でやってはる人がなんかやってるのは、よくバトル DJ が使われてますね、
あ、そうなん、自分の曲とかを入れれるみたいな感じ。あのアナログを使う、アナログ。あ、そこなんかな、その言ってた。プレス版ちゃうやろ、でもカットしていくんやろ。カットですね、そこ。なんかそうやろ、はい、あんなんすぐ終わるで。俺はそういうイメージがあるわ。あ、確かに、でも結構飛んでる人は飛んでますね。だからずっと使わないんじゃないんじゃないですか。その要はその一発勝負用に作って持っていくっていう感じじゃないですか、うん、そこで5回ぐらいこすったらもうシャー言い出すで。え、そんなに消耗するんですか。そう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 、もう、あ、そうか、プレスやとガシャンってやるけど、そうカッティングはその場で削って作ってる。だから柔らかいね。盤自体が柔らかいね。あの、何オンスでしたっけ、あの重いやつあるじゃないですか、うんうんうん、あのあれやとね、飛びにくいし、うん、あの重いやつだとバチンってやんのと削っていく、曲がりも少ないし、ほんで、うん、あのあれに削り職人みたいなのがおったらしいで、昔は。あ、そうなんだ。削っていくときに粉も一緒にバー出てくるやんか、はい、それをこううまいことこう吐いたらんと、次回ってきたときにまたそこの針に当たって、削られようになっていくやんか。あれプレスするときね、あのプレスするときはどうしてるんですか、あれ。機械が削ってるんですか、その曲自体は。プレスはプレスの元の盤を作るやん。あ、一旦そんでもそのマスターで削っていくんですか。言うたらあのハンコのあの逆みたいなの、曲がこう削られてるのの逆を。そうそうそう。あんなその盤みたいなのがあるわけですね。そうそう、金型みたいなのが、金型があんねん。だから金型作んのが高いねん。だから、あ、だからさ、最初のマスターの部分高いやんか、はいはい、あの金型の部分が高いねん。日本やとあれなんですよ、東洋火星ですかってとこが作ってるんですよね、うんうんうん、っていうかアジアにはそこしかないっていう。もうな需要ないもんな、うん、そうですね。なんかでもヨーロッパの方はすごい売れてるって聞きましたよ、アナログが。それ聞いたことあります。あの、はい、向こうはフェスがすごいあるじゃないですか、うんうん、で特にテクノとか四つ打ちが盛んじゃないですか、ヨーロッパって、はい、だからその MP3 とかでそのフェスとかでかけると超と悪いの分かるらしいんですよ。それやっぱ何十万人っておる会場でやると、うん、やっぱ出るらしいんですよ、アラが。あ、ワブとか使えば、それでもデジタルに時点で多分何かアラが出るんでしょうね。そうやってアナログを使いたがるっていうのは。今も向こう新譜はなんかアナログから切るのが結構多いらしいですよ。あ、そう、はい、あ、結構多分需要を考えたらクラブミュージックの多分あるんじゃないですか。その嬉しいことやな。そうです。もう僕の師匠は向こうに行ってほしいみたいなことはあるんですけど、太一さんは。え、太一くんが、はい、そっち受験にするんじゃないかなと個人的には。あ、向こうの、はい、作る音的には。はい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 。脱線しましたけどすいません。いや全然大丈夫です。アナログ需要あんねやったら、まあ、ジャマイカなんか 100% あると思うんですけど、ね、うん、むしろアナログしかみんな持ってないと思うんですよ、金がなさすぎて。そんなことないって。そんなん自分はあの、あれのしすぎやわ。あの絶対そんなことない。いや CD よりぐらいはあると思うんですけど、 MP3 は多分やってないっすよ。いや MP3 っていうかもうパソコンもあるし、はい、当然みんなパソコンも持っとるし、はい、そんなあのな、あの外人が見たらな、あの日本行ったら侍ちょんまげのやつがおる思てんのと一緒やで。いや、ちゃいますよ。その全然そのレゲエ関係なく、うん、ジャマイカのそのなんていうんですか。じゃあ、あのな、ジャマイカのやつでもな、もうそこそこな、もうこんだけジャマイカみんな騒がれとってな、な、そのもう観光収入もすごいあるしな。え、でも失業率8割言うてましたよ。いや、働けへんだけやろ。それ。でなんかその NHK のね、まあにまあ何年か前ですよ、それも。まあまああのゲトーナはゲトーやろと思う。はい。ゲトーナはゲトーと思うけども、だけどパソコンとか単車とか走ってるやん、あれ、あのビデオとか見たら。まあまあ、そうですね。まあ持ってるやつは持ってると思うんですけどね。ウィリーとかしてたで。でもあのいるじゃないですか、ボルトですか、なんかバラエティ番組でボルトの実家が出とったんですよ。まあ親父が出てきて、で親父の足が速いかどうかっていうのやってたんですけど、まあ親父も足速かったみたいな、なんですけど、家結構お金ない感じでしたよ、あのボルトクラスになっても。いや、お金な
あのじゃあ価値観の違いや思うねんな。だまあまあ、まあ、確かにジャマイカでは多分ね裕福な方やと思うんですよ、うん、お父さんもともとなんか先生してたんですかね学校の。いやそれはゲートはゲートやで、はい、だけどもパソコンがないとかあの、はい、DJ がパソコン使ってないとかそれは俺はなあのもう使ってる思うな。あまあでも一部ちゃいます、うん、お金結構あるちょっとやっぱお金ない子らは7インチでやってんじゃないですか。だって7インチで貯める方がお金かかるで。え多分なんえめっちゃ安いでしょ。だって向こうの7インチって安でもやで多分 MP3 で1曲買うより多分安いんですよレコードが多分7、まあまあ、下手しい何十円で買えるんですよ。まあ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 、まあ、まあ難しいですね。だから向こう行って買い付け行ってこっちで100倍ぐらいの値段つけて売ってるじゃないですか。この辺はちょっとほんだらあの調査入れとくわ。あそうですね調査僕もちょっとジャマイカにいろいろしょっちゅう行ってる人もおるし。あそうですね向こうの DJ はレゲエの人らに、うん、なこれはあの調査ジャマイカ事情ジャマイカ事情調査に入りたいと思います。てっちゃんとけいちゃんとドンでなぜかヒップホップに全く関係ないジャマイカではい、ブロンクスの調査どころかそこもぶっ飛ばしてジャマイカの調査ジャマイカに もうこねえ、はい、で、でも次話を変えようもうはい、ミナの話を置いて置いといて、はい、何しよう何でしたっけ なんか今日何って言ってたっけ。タイトル決め MTR じゃなかった。 MTR もだから話したやん。あ、そうなんですか、はい、あ、わかりました。あんなもんかいみたいな。マジっすか。いや、あの、僕、生徒気分で来たんで。あ、いや、あの、深くは話しないんですよ。あ、そうなんですか。あの、さらっとな。チャラッと、あの、こんなんはどんなもんですかぐらいの。あんま深い話したら、あの、はい、マニアックになりすぎて、うん、で、かつ、そんなに知識ないんで、僕が。知識ないのがバレてまうから、触りだけで。触りだけ。僕が、要はなんか、こんなんってどうなんですかぐらいで、で、これはこんな風に使うぐらいの、うん、あのノリで話してるんですかね。てっきり KGK さんがもう下から、ね、MTR 出してこれをこうやるんやみたいな。いやそんなんもやろうとしたんですけどね一時ちょっとなあの収まりきらなくて時間が、うん、なるほど。あのビートをここで作るとかもやったんですけどね。おあれ見とってつまらんわ。あれはねちょっとあまりにも興味あのサウンドレコーディングサンレコを、はい、あの一部の人間が買ってるのと多分同じぐらいのテンションになってしまうんで本を見ろと、うん、それだったらあまりにも多分あの曲を全く作らない人らからしたら、はい、全く興味ないことやからそうや今日てっちゃん曲送ってきとったよ。あそうですね送りました、ね、聞きたいです。あ今日ケイジーさんできたけほやほやのそうやそうやいやまあ撮ったのは結構前なんですけどねあの今回のビートはちょっとあの昨日送ってきたんでさすがにリリックが書けてないです。タイトルありがとう、はい、ちょっとポジティブ前言ったじゃないですか。そのポジティブに感謝していきたいと。これワブがミックスやね。はいワブがミックスですね。あとは全ペラですね。ただねちょっと音あんまり良くないかも。ヘッドホンでしかちょっと音聞いてなかったんで後で外で出して聞いたらちょっとバランス悪いなと思って。ええやんそんなんあのなあのレコエンジニア、まあ、デモですかね。エンジニアが綺麗にやってくれることや。はい、ちょっと待ってや。これあこれですか。ちゃうで。あこれは全然違う。違うですか。KG さんがビート作ってくれたんで。おー渋い。いやビート作ったって言うてええんかな。はい。俺。いやビートメイキングでしょ。おー。チルね、そんなん言うたらあれですよヒップホップの連中誰も曲作ってないですよ俺の作る曲ってもうあのなんちゅうかな30分ぐらいもんないやたまにあの何も打ち込んでないやつもいますからね、うん、あのサンプリングでドラムブレイク持ってきて上ネタ持ってきてループさしただけっていういや俺もほんまあのドラムあでもドラム重ねたりしてるでしょ、まあ、そこにドラム音重ねたりあのほんまブレイクだけじゃないでしょ。ブレイクを切ったりはしてるでしょ編集。いやそれを全くしない人間もいますからね。ドラムあの持ってきてドラムブレイクで上ネタ張ってループして終わりみたいな。ワンループをやってるみたいな。まあちょっとなんかイントロっぽいのしてみたいな。全くそのドラムも重ねへんしそんなに近いねんで俺もこっちの方です。昨日送ってきてくれた音はあのまだちょっとリリックが欠けてないのでで編集しようとしたらちょっと尺があの始まりがちょっとわからんかったんで
めっちゃ夏な、なんか始め始めレードバックなノリやなみたいな、この曲ですよね。この曲声小さいな。あ、この曲、この曲は前に送ってくる。まだ今3回ぐらい送ってくれるケイジさんが、でそれで1曲ずつつけて、これケイジさんの曲、そうです。声がちょっと小さくなった。小さいな。ピドル上げてるけど、ヘッドホンで聞いた時はね、大きかったんですけど、あの、ほうダメやったらすぐ片付けてた。とりあえずやってから言うは文句でもしてんねん。感謝すごくありがとう、ほんま大きにありがとう。こんな時にそう感じたら口に出して言おう。当たり前にこそ感謝しよう。ありがとう、ほんま大きにありがとう。こんな時に憎しみより慈しみ、昨日よりも今日という日に。いつもなんか少し欠けてる。普通って何バカげてる。しょうもないことで言い合いきりない。言わんでもわかる変な期待。あかんな俺いつもこんな投げやりで文句言うと思った。すぐほんまどうでもよくなる。あかんってわかってる、辛くなる。ちょっとしたことやねんな、ほんま。でもわからんねん、どんなほんま。わかったことからやったらええや。思い浮かんだ事実がメイアン。でもうまくいかんくてげんない。飛んでへこんで思うめない。繰り返しを繰り返してったら少しは強なるんじゃねえかな。ありがとう、ほんま大きにありがとう。こんな時にそう感じたら口に出して言おう。当たり前にこそ感謝しよう。ありがとう、ほんま大きにありがとう。こんな時に憎しみより慈しみ、昨日よりも今日という日に。何気ない一言で変わる。思いやりなストレス溜まる。俺にとってもお前にとってもどっかの誰かの知らん奴にとっても、今すぐええやつなんの無理。考えすぎたら脳みそスリープ。そんな難しくなかった。そう言ったらみんな笑って、笑ってたら俺も笑ってます。しかも面さえも変わってます。簡単やけど魔法の言葉、短いけど心地よいことや。求めるから与えるようになりたい。文句言うより笑顔で語りたい。調子ええなら調子良くなるで、おもろいならおもろくなるで。ありがとう、ほんま大きにありがとう。こんな時にそう感じたら口に出して言おう。当たり前にこそ感謝しよう。ありがとう、ほんま大きにありがとう。こんな時に憎しみより慈しみ、昨日よりも今日という日に。はい、はい、取ってきてくれました。はい、取ってきました。はい、ごめんね、頭おいらの喋ってた声ばっかりやったんちゃう。頭、はい、イントロから聞いてないやんちゃう。まあ、また来週も流して、また来週はあの新しい、新しいのところとの違いということで2つ流して ね、もうあの違うビートになってましたけどね、完全に。ほんまやな。だからあのリリックもリリックまた書いてるんですけど、新しく、うん、でもあれやで、コードは変わってないねんで。あ、そうです。でも別物でしたよ、完全に。あ、違う曲なってるわと思って、うんうん、で曲のスピードも変わっとったって言ってたな。まあ、なんか尺がええへん、まあ、BPM は一緒かな。ちょっと BPM も遅いんかなと思って、かもしれへんねんけど、はい、そのミヤンとなったやつに弾いてるだけやから。あ、そうなんですか。だからな、BPM が僕も分かってないねんけど、100じゃないのかな。大体立ち上げたら100なんねん。あ、ソフトを立ち上げたら100。若干95、6ぐらいの感じがしたんですよね。ほんま、はい、ちょっと見とくわ、はい、ベッドの寝室のところのパソコンやから、はい、あ、そうそう、最近、うん、あの雑誌とかでも見るんですけど、うん、そのまあ、このパソコンが前も言ってたように何百万した機材が今は何万円とかでビートも作れて安価になったっていう、うん、だから今そのなんていうんですかね、ベッドルームミュージックっていうか、要は寝室で曲を作るっていう、うん、っていうアーティストたちがどんどん今出てきてるって。今度みんな俺の真似しよんな。そのなんか走りみたいな人がその
今度今年のフジロックに出るらしいんですけど、走りやん豆腐ロイモ豆腐ビーツとかそうですもんね。ああそうなんですね。ねトロイモマっていう、あ、ね、あのアイドルの曲作ってる、はい、ユキとかのリミックスしてるみたいな、なんか豆腐ビーツっていう若い子がいてるんですよ、うん、まだ大学生です。まだ大学生豆腐ビーツ、はい、関学生、うん、で、そのアイドルとかなんかそののリミックスやったりとか、うん、もう普通に音楽お金あ仕事としてやってる子なんですよ、うん、それが寝ながらやってるって、まあそういう寝室でも作れるような機材で、うん、その発信していくっていう、まあ、そのトロイモアもそうなんですけど、簡単なインターフェースとキーボードとパソコンがあればその世界に出ていけるっていう、うん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 、っていうこうミュージシャンが今増えてきててっていう、それとやっぱセックス&ドラッグですかじゃあな音楽は、はい、こんなもうあのあれじゃん、やりながら曲作る。まああの某あのガッツ受けてね。某くんですね。あのいやあのそれに近いやつがいて、うん、まあ中津でスタジオやってる、うん、あのバカ野郎がいるんですけどのあの弟子ですわ。あもうバカ野郎なんそいつは。はいバカ野郎ですね完全な。そいつはね AV 見ながらビート作ってるらしいですよ。こっちで AV 見ながらビートを作るっていう。感性が研ぎ澄まされてる。それは俺別の人でも知ってるで、誰とは言われへんけどあの AV いつもスタジオ行ったら AV やねんな。ね、AV 見ながらずっとやってる人で向こうのやつ多いっすよね。その歌詞のネタにもリリックのネタもにも多いしセックスネタが、うん、あとサンプリングでも喘ぎ声とかめっちゃしてますもんね。多いな多いっすよね、うん、JG も喘ぎ声でやってたっすもんね。まあまあだからそういうそれセックス&ドラッグみたいな、はい、あの、まあ、のりちゃんそれ、まあ音楽にはこうあれですもんね、強く結びついてですもんね、うん、その2つはロックもそうですもんね。なあ確かにあんま言われたないな。でもそう俺そんなんちゃうでまあそういう人も多いですけどっていうあれですよね、うん、はい、そうやね。で何の話しましたっけ。何話しったかな。何をしようとしましたっけ。その決めてた MTR ともう一個なんか広げやすい。そうそうそう。あ、空間にものを。ああ、それで行こう。それ行こう。それをね聞いたんですよ。要はなんかねものがあった方が音が乱反射して、うん、そのなんかちゃんと聞きやすいっていうか、そのなんていうんですかね。そう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 。逆にない方が音がすごい跳ね返って分かりにくいみたいな。いやもうないと。正面バーンバーン返ってくるやん。バーン、はいはい、バーンストレートにこう行ったり来たりするってことですか。物、うん、当たったら公園とかで半分物当たって半分向こう行って、ああ乱反射するから、そう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 、音が拡散しやすい。そうだからあのスタジオのあのマイレコーディングブースなんかもボコボコのスポンジ作れるやん、はい、なんか置いてますね、うん、あのボコボコのものとか真正面ね、こう返せへんようにな、はい、あのなんかこの針山みたいなのがこう貼ってあった、上にも貼ってあったり、そうあれも安くなったな。また話変わるか。あ、高いんですかあれ。あれ高いあの卵の殻みたいな、あのみんなだからあんな人ってね、だから昔は卵の殻とか、あれをもらってきて貼ってあったんですか。そうランランちゃんさせて、ほんまにあれ卵のやつなんですか。卵の殻をようやっとったな、ほっこりいっぱい出るしなそうなんですよ、それちょっと気になって、うん、あれってなんでみんなそんなんすんねやろうと思ったら、そうあれは全然変わってくるよ。だからな、はい、物置いたら違うやん。なんかあの部屋の物な、はい、引っ越ししたやんか、はい、ほんで一番最初入ったらものすごい鏡面あのパンパンとか叩いたら部屋なりしてるやろ、はい、部屋なりっていうか、はい、ビャンビャンビャンとこう、はい、ようこう、はい、これやったらよう分かるやん、部屋の中で、はい、パンパンパンってで、はい、そこに家具入れたりいろんな門がどん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 入っていくやろ、はい、ほんなら音変わっていくやろ、はい、ような、そんな快適ようになってくるやん。そうですね、なんかまあしんどくなくなるんですよね、その部屋にいるのは。そうあ、変なリバーブみたいな。そうですね、音のなんか圧迫感みたいなのなくなりますね、うん、ショートリバーブみたいなの取れるやろ、はい、そういうことあー、うん、その、物があることで音が拡散されるってことですか。そうここに当たってそういうことで、はい、まあ物置いてる方で、だからあんまな、ボーカルブースとかもどないやねん思うねんけどな。あ、そのブースを別にするんじゃなくて、別に普通に部屋にマイク立てて、うん、まあ言ってたそのここのこの部分だけあればいいんじゃないかってことですか、うん、でもヘッドホンでせえって。あなあ、まあまあ
俺がそんなん言うてええんかなって自分はそんなん持ってるやんあ、上ブースもあるんですか。ブース、ゴディムブースと、はい、あのダブルボーンやから、うち。あ、だからガラス張りでムクボーンに。ああ、あのちゃんとしたそのレックブースとして部屋があるってこと、ね、そうそうそう、その部屋にマイクが立ってるんじゃなくて、ほんならこっち側でな騒ぎながらな、イエーイレック、イエーイロックーいかーで中では静かに音が鳴る。そう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 、その防音もちゃんとしてあるんです。そうそうそう、そう、そうなると遊び場としてはおもろいんだけどな。はい、そうですね。もう一発いっとけやみたいな、あの今度上で撮らしてくださいよ、刑事さん。はい、一回やろうか。今機材なんもないね。あ、そうなんですか。あれと僕持ってくるんです。あ、持ってきて。あのパソコン持ってきたら、うん、あれでインターフェースあるんですよね。インターフェースはな、持つのがあるわ。はい。だからあのプロツールのはないで。プロツールのつながり、あ、つなげれんねんな。そうなんですよ。今はつなげ、なんでもええんですよ。そうや、今はもうなんでもつなげれんねんな。なんでも、あのインターフェースとして認識させれば、なんでも。マイクプリとかもあるわ。はい。あ、マイクもあるんですよね。マイクもあるわ。だからもう僕がパソコンだけ持ってきたら、アイロックと。取りできるってことですね。そうやな、はい、できるかな。古い機材のちょっと、まあまあまあ一回やってみなあからんわ、はい、っやってみるために今考えとってもなそうですね、これ番組でできるかなそうかなとか言うと番組中やしや、そんなやりとりをしてしょうがないそうやろ、はい、そうなんですよ。そうで、まあまあまあそれを部屋だから、部屋はな、やっぱいろんなもの置いたら音、はい、置いた方がいいんですか。ええと思う。あ、だからもう、まあ、わざわざ壁にそれ貼るぐらいですもんね、お金出して、うん、そう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 、それやったらもう家にマイク真ん中でぐらいバーン立てて立てて歌っとったら、そんで十分ちゃうかな。逆に物がなさすぎんのもダメなんですね。ほんならその肩こう綺麗にしとかなあかんっていう。てっちゃんなんか今も自分で撮って自分で全部できるわけやんか。はい、それやったらもう別にあのモニターの音いらんやん。あのもう言うたらヘッドホンでええわん、もうそのまま誰もおれへんやろ、一人でやってまうわけやろ。一応人のやつも一応やってるんで。ああ、そうかそうか、はい、その時黙っとかなあかん時しんどいやんあれ若い子のなんか撮ったり、うん、まあ一応ビート作ったりとかもしてるんで、うん、あ、そうかそうか、あれなんですよ。そうかそうかそいるんですよ。そうやそうやろ、なかったらねいいんですけど、録音入れたら説得力ないじゃないですかあった方がまあいいっていう。まあ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 モニターにしろ何にしろ、いや人のやる時にはあった方でええで。なんでか言うたらな、もう録音中ってこっち声も出さんとじーっと待ってるわけやろ、ね、なんか3分ぐらいあんねんと、もう3分ぐらいずーブースがあったらね、別にこっち音立てれるんですけど、こっちも別にあのガーンおかしく言いながらなんかバリバリその部屋にマイク立ってたらあのシーンとしたそうそうそう、あれが辛いねあれ。そうですね、3分なら3分黙っとかなんか、黙っとかなんかじーっとなんか息もこう潜めてやってますからね。椅子のキキキキとならへんようにとか、めっちゃ気になる感じ。あれ入んねんマイクよ。拾うっすね。いや僕あの部屋にね冷蔵庫置いてるんですよ、うん、その冷蔵庫ねちょっとあのなんていうんですかね、板の上に乗せてるんでちょっと響くんですよ、じーって。それ拾ってるっすからね。あ、マイクでな。しかもあの真空管にしてからよう拾うようになって、真空管が部屋鳴りがすごいんですよ、うん、このこれもそうなんですけど、うん、ペラで聞いたら分かるんですけど、真空管で撮ると、うん、なるほどな、よう拾うねんだから、はい、で思ったよりガッツがないですね。え、真空管で撮るとガッツ、ガッツ、そのなんていうんですかねガッツっていう表現できた、あの音にこの勢いがないというか声がいい。いやいや言うてる意味は分かるわ。でもあの前に使ってたコンデンサーの方が、うん、まだちょっとなんていうんですかね、同じ音量で撮っても、うん、そのもうちょっとなんていうんですかね、エッジが効いてる。そうそうですね、太く輪郭がはっきりしてるんですけど、うん、真空管はその音のざらつきは良くなったんですけど、声のなんか質感みたいな、うん、ただその弱々しくなったな。さっきもちょっと小さいって言ってたじゃないですか。ある程度な、真空管って真空管で歪ますっていうか、真空管でこうオーバーレブさせてまうわけやんか、はい、こうちょっとな、はい、だから そこがあのそういう風にガッツのないように聞こえてんだよ。だからちょっとボリューム見余ったのもあるんですよ。それで、うんうん、思ったよりも真空管が良くなくて、その撮った時はそんなに感じなかったんですけど、結局その音と合わせてミックスして外に出したら、あ、そこで変わんのが真空管の、真空管はめ込んだら変わるかもしれんな。あ、まあ、今デフォルトのやつをそのまま使ってるんで、いわゆるチャイニーズメイドインチャイニーズらしいんですけど、うんうん、入ってんのはそうやろ、
あそれちょっと変えてみますわ、ほんなら日本製に変えてみてみメイドインジャパンに部品屋行って部品屋行って、はい、オタクやなオタクやわいやいや、あの最近真空管マイクを買って、はい、あのそのヴィンテージのレプリカなんですけど、はい、そういう安価で買えるんですよ、すごい買えるところがあって、でその真空管をこのあれなんですよね、要はあの震わして音を取るんですよね、あれって違うんですか、違うやろ真空管マイクって、違う違う、あ違うんですか、うん、そのあれ電気を入れてそのそのあれを震わして音を取るんじゃないですか、コンデンサーとかもそのでその見たんですけど、コンデンサーとまた真空管違うんですか、あの全然ちゃう、あそうなんですか、教えてください、これをあんなトランジスターっていうのがあるやろ、はい、あのテレビとかもう何でも、うん、ラジオでもそうですね、うん、そうそう当時あったいわゆる真空管ってやつですよね、真空管がトランジスタに変わっていってんな、あ変わっていったんですか、おあそう温まるに時間かかるのが真空管ですか、そう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 、テレビつけてからあのつくまでに時間がかかるって言ったら真空管テレビ、真空管テレビ、あのブラウン管とはまだちゃうで言うとくでブラウン管はまだブラウン管でもあってん、もうあのテレビパチってつけたら時間かかるやつですか、なかなか上がってこないですか、なかなかこう黒いテレビとかなパチってつけてから30秒ぐらいでじわーって上がってくるんですか、あってもう画質がちゃんとするまでに、画質がちゃんとそう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 それ、まあまあそれとはまた全然話が別もんやねんけども、はい、トランジスタっていう部分が、はい、そこが真空管に変わってんねん、はい、でまたこのトランジスタ今度ちゃんと調べて説明できるようなとこは、ま、それその話は後日だ、こないなってきたらもうな、もう音楽関係あれへんよお願いします、あのお願いします、もうこれあのなんちゅうあのぶなんちゅう工作屋さんの話やからな、はい、でもそれが常時ってそっちの仕事に行った人とかもいるんですよ、まあ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 、なんか音楽やってて、やっと自分で機材やってたらメカニックになってきて、メカニックになってきて結局技術者になってしまったっていう機材作ったりまあ、まだその分野やからな、まあ、またじゃあそれはそう掘り下げて今度違う時に話しましょう、あと一個なんかその最近ねその三宅洋平っていうアーティストがいてて、うん、まあ、犬式っていうバンドやってたんですけど、まあ、レゲエの、うん、まあ、その人がまあ結構その音楽元そのちょっと政治的なこと言うたり、うん、まあ、ちょっとそういう思想のある人やったんですけど、うん、が今度参議院に立候補したらしくて知ってます、すごいな、ツイッターでなんかね、そうそうそう、僕見たことあります、すごいね、クラブ、しかもクラブミュージシャンがあのあれですよ、うん、政治家になるんやっていうまあまあ、まあ、すごいなっていう、そのすごい時代になったなっていう、それはなん、あクラブであの深夜営業できるように、まあいやそれだけじゃないですけどねまあその人はどっちかというとバンドやから、うん、フェスとかに出てるから、うん、まああんま多分クラブよりもどっちかというとやっぱ原発とか、あそういう方やと思うんですけど、ね、まあまあそのまあそのクラブやってほしいな、クラブも含めてだと思うんですけど、うん、でまあそういう若い子らにもっと興味持ってほしいみたいな感じだと思うんですけど、わかった、若い子らの票とに行ってねな、まあ言っても多分ほぼ選挙に行かないでしょ若い子らそうそう、多分選挙に行く世代ってだからそれをその票を取ったもん勝ちやで、今からなんか、まあそうですね、そいつらを選挙に行くように示唆したら、まあそうですね、50代60代は変わるかもしれんだ、今から引退していきますからね、うん、みんなその今はそこが強いからね、そのどうしてもあれですけど、うん、僕らの世代が選挙にちゃんと行くようになればでかいですよね、でかいね、今からの今まではそれあの20歳未満でな、ガキやったやつらがそれをなんかあれしてなんかネット投票行けるようにしたいみたいな、うん、そのっていうのはそれは自民党かながやってたんですけど、ほんなら若い子絶対入れるじゃないですかネット投票やったら、けどななんか 軽すぎひんか、携帯でなあーなんだ携帯であれ速報が届くって、確かにその会場まで行って一人のそういう囲いみたいなところで、ね、書くのと友達とね、そうそうそうやるのとは、あそうちゃうちゃうあいつええなあいつ男前やなそんなんなりそうやで、ね、男前やな行ってよピョンみたいな確かになんかそんなんなってまうで、ネット投票、そうですね、うん、まあでもそのあれ興味わからなくしてるところも悪いですけどね、その思うんですけど、知らん法律をしれっと通したりするじゃないですか国民内緒で、そういうのをねやめなあかんと思うんですよね、その政治家も、そのもっとその
なんていうんですか、選挙とかそういう政策に興味持ってほしいと思うんやったら、うん、そういうとこもオープンにせなあかんのに、都合の悪い法律はあるじゃないですか。そうやな、しれっと自分らだけで通すじゃないですか、うん、外民再政権とか参政権とかそうでしたもんね、国民、うん、しれっと、まあまあそれはね、あれやったっすよ、まだ、いや国民あれは多分オピラになってたと思うんですけど、オピラですか、結構最近その見たやつは、なったかな、はい、その国民に知らせずにやったやつが、あのあれ有害図書の、お、あのポルノ、自動ポルノ法、結構危ない法律が通ったらしくて、超曖昧なに、漫画とかもダメになったんですよ。あ、ポルノ漫画みたいな、そう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 、例えばその漫画の中でセーラー服着てたり、はい、そんなダメになったって言うてる、そんな風な進行の方向の裏側にはネットでも、何でも解放されてる方向と、もうなんかもうおかしない、はい、そんな、そんなん、いや、要はそれもインターネット規制していきたいんでしょ、要はそこ、それをすることで、要は漫画規制することで自由なあれがなくなってくるじゃないですか、まあ、思想にも入ってくると思うんですけどね、ちょっと、いや、頭の中で思い描いてることもダメなるって、まあちょっと重くなるんで、あれですけど、こういう話はまあまあでもこういう話の、またこういう話のな、はい、あの火作ろうか、あ、そうです、思いっきりもう、あの朝まで討論会、そうですか、僕も参加したい、ヒー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 めっちゃ濃いことしか言わへんねんね、もう前になんか、渚って知ってます、え、渚音楽祭、今名前変わったんですかね、マイ音楽祭で、なんかそのまあそれは不衛法についてですけど、でその DJ とちょっとなんか評論家みたいなんで、そのフェスの中でやってたんですけど、ね、その討論会みたいな、あ、今度お題決めてもそのお題を思いっきり討論してみようか、はい、討論会やります、じゃあやろうか、はい、それどん討論会、里山も参加して、参加して、はい、あ、じゃあこれ見てる人でも、うん、討論会の日またちゃんと告知するん でよかったら討論しに来てください、それええな、はい、ちょっと興味ある人は別に僕ら以外でも全然、うん、来てほしいな、はい、一言でもいいんで、うん、言論の自由を、前あれですね、公開コンパと同じですね、公開を誰も来なかったっすけどねあ、そんなんあったんですか、あのなんか一時遊びに来てくれてた女の人がいてて、はい、まあ彼氏がいない、はい、でね、そのそんなんここおいらのこの放送見てんのも何人や思てんねんで、そのユーストリームで、はい、募集して来てくださいと、はい、公開ネルトン、うん、誰も来ずっていうそらそやわそういう時もあります大体こんなん、まあ言うたら悪いけどな、まあ3、40人ぐらいいや、そんなに見てくれてます、いやでも上がってんねん、3、40人とか、あ、でも、小林くんの時はすごかったっす、ね、あ、小林くんとか上がったな、小林くんのやつは普通に300人ぐらい見てますね、なんで多分小林克幸で検索したら出てくるんですよ、あ、ほんでしまった思ったんやな、はい、で、後で、あーっていうしまったみたいななってんな、残念やな、はい、でも、あれ消したんだよな、もういや、まだ残ってる、ケンジさんに多分消したと思うねんけど、いや、多分残ってたと思うんですけど上がってきてたと思う、もう分からへんねん、もう番組100もう100とか数字ちゃうからな、あー、そのこれ含めてかこれ含めてこれだけでも多分40回すごい保存してるんですね、そうそうそう、もう全部保存されてんねん、これもだってあれですよね、30から40回ぐらいの間でやってますよね、そうほぼ毎週やってるから、おお、もう1年ありますもんね、近く1周年、うん、9月ぐらいから始めたじゃないですか、なあ、そんなもんやったら思うな、で、もう4月やから、うん、ね、なんやかんややりながら、なんやかんやで1周年になりますね、なんかよ継続は力なりやでなそれ継続が力なりやん、はい、もうな、力なってるかどうか分からへんけどまあ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 そういうことで、はい、次はもう1周年に向けて、おー、なんかまたやりましょうか、なんかな、ね、討論会もまあやって、討論会もいろいろまあ、あの総合バラエティ番組として、そんなやってやって言いながら何も考えてきたことないやん、てんちゃんいや、あります、今日はこんなんでやりましょうよとかあるじゃないですかなんかネタ不足やで、ね、最近最近ネタ不足 や結構やり尽くした感があって、備えにね、いろいろ転がってないじゃないですか、そう考えたらテレビすごいなと思いました毎週毎週そういうね、うん、
捏造してまで作っとるやん、ね、でもいやその捏造をできるぐらいの企画力があるってことじゃないですか。だってそれを初めから捏造って言っとけば要はフィクションですよと、うん、ノンフィクションって言って歌ってまうから後でやられてるだけで、フィクションとしてやるんやったら面白いじゃないですか、うん、すごいすごいよ、すごいと思います。すごいよ、だってそれ普通に見れますからね、うん、番組として、うん、やっぱこのこなんていうんですか、プロデューサーすげえなと思います。番組ディレクターにしろ、うん、うまいこと関心も出すしな。そうですね、うまいことそれ編集して、うん、いかにもな風に作るじゃないですか、うん、うまいうまいです。あれをだからフィクションで歌ってしまえば別に、おいらはもうカットも何もないからな種流しですからねノーカットノーカットで一画面生放送でも面白く作るじゃないですか、うん、まあある程度台本もあるんやろうですけど、生放送するのに練習してるかもしれんで、あ、それもあるでしょうね、まあ、あのだ一番1時間番組とかやったらリハーサルするじゃないですか、うん、音楽番組とか言うとくけど、おいらはリハーサルも何もありません何やったらその場でプラン決めるときありますからねいや何やったらっていうかいつもそうですいやちゃいます、あの始まってからプランを決めるっていう今日ぐらいで、でも今日考えたから言うてるけど前回なかったやんか。え、前回ありましたよ、今日これ話しましょう、ケーブルの話しましょう。あ、はい、最近はちゃんと僕があのお題用意してますよ、お題だけ用意して、あとはノープランですけど、ね、始まったら俺忘れるからなそうっすよ、何の話しようって言われて、脱線する一方みたいな感じですね。あの忘れるからいつも曲をちょっとセッションしてやるんですけど、はいはい、そのセッション前に今日は何の話するって、今日はこういう話しようって言って、はい、セッション終わりました、で今日何するんやったっけってもうその曲を減るともう減るとも、うん、あれですよね、散歩は終わりやん、あのリセットされるんですよね、散歩で終わりやん、だから散歩動いたら終わんねんはいはい、そうなっておりますまあどんなんやかんやでやらせてもらってもうすぐ1年になるんで、うん、また1年経ったら何かしましょう。で、そうや、でてっちゃんももう最近も汗も出えへんもんな。あ、痩せたんでちょっと。あ、そういうことか、はい、あれね、お、やっぱ ね去年ね、年末まではちょっとおかしいの体調になると思うんで、あ、汗が出やすい、はい、汗かきやすいというかもうね、うん、多分異常な状態に体が、もうなんか今はもうリラックスしてんのかな思うぐらい汗が、あ、水分をねまずあんま取らんから、前ずっとなんか飲んでたでしょ、そうやな、うん、なんか食べてるしな、はい、そうずっとなんか食べてる、ずっとなんか食べて飲んで食べて飲んでそうやったんですか、そうそう飲みながら本ならやってやったんですか、もうなんだここにたこ焼きソーセージでコーラがいつも並んでたそんなに俺一番最初おった時の話してええかな、はい、もうまた、はい、またやけど、はい、一番最初おった時な、はい、冬やのにな、半袖着てな、アイスクリーム食うてんねん真冬にそうですね、もう2年も2年近く前の話ですね、そうそうそう、一昨年ですもんね、それすごいっすね、全然寒ないのみたいな僕寒ないんですよ、言っとったからそうですねそんな感じだったからな、でここがプレオープン時ですもん、そうノアと一緒に来た、それからもうな、はい、なんかひょんなことから番組まで一緒にしてもらってそうですね、もうてちゃんすごいよかった、てちゃんとしとっておもろ いありがとうございますありがとうな、いえ僕も遊ばしてもう今日聞いてて面白いです、そう勉強になりました、いろいろまあ今日はほんならもうそろそろ、そうですね、もう結構今日はかなり喋ってます、今日1時間超えてるからな、もうあの携帯では見られへんようになってるわ、あえ1時間超えたら携帯見れないですか、見られへん、あそうなんですか、そう YouTube の方はな、あまあまだほんだパソコンからみんなチェックしてくださいチェック、じゃあまた来週もトンよろしく、あワッキーさんが、ワッキーさんお疲れ様です、番組中でございます、あの、下地、入ってくださいよ、はい、いやいや、串カツひろたかもよろしくお願いします、ひろたかもよろしくお願いします、ダイニング、串カツダイニングひろたかいきなり来て宣伝ですか、もういやいや今日はこれです、あれなんですね、クールな、クールな、クールですね、いつもやったらなんかバー入ってくるのにもうぐちゃぐちゃにすんのにまあ、だから今日締めさせてもらいます、はい、じゃあまあ、また来週もドンよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあまた来週